はい、本日もライブ配信を開始します。NHK から国民を守る党浜田聡でございます。来たる参議院議員選挙に行きまして、比例代表で立候補予定であります。普段岡山県倉敷市に住んでおりまして、医者として働いております。だいたい23時30分頃からですね、10分ほどお話をさせていただいております。比較的話すのがゆっくりですので、録画で見ておられる方は、ですね、1.5倍速から2倍速ぐらいで見てもらえればと思います。動画作成の手間を省くためにライブ配信という形で、動画を作っております。本日もよろしくお願いします。チャットの方もありがとうございます。魚勝さん、松本さん、こんばんはであります。ですね、本日記者会見をですね、東京都庁の方で NHK から国民を守る党参議院選挙に立候補予定ということで、記者会見をですね、させていただきました。その話はちょっと、この後にしますけれど、ですね、昨日ですね、6月30日に、厚木市議会議員、神奈川県の厚木市で、選挙の方を告示になりました。定数31に、失礼、定数28に31人が立候補であります。で、NHK から国民を守る党は、尾瀬健一郎さんが立候補しております。6月30日告示、7月7日が投票日であります。厚木市にお住まいの方はですね、ぜひ尾瀬さんのご支援をいただければと思います。ですね、ツイッターの方に、ポスターの方がありまして、こんな感じですね。はい。ちょっと、ピントが合わす。こんな感じで、立花代表との、合成写真ですかね。はい。47歳、尾瀬さん、尾瀬健一郎さんであります。はい。で、ですね、総会が、臨時総会がですね、いつだっけ、6月の29日ですね、ありました。離党者がですね、今回も出て、ということになります。はい。いろいろと、皆さんですね、人それぞれ考えがありますので、仕方がないなというところであります。当の方の YouTube をですね、見させていただいて、すべて見ているわけではないんですけれどですね、なんていうか、離党された方に対する思いっていうのが、結構人によって違うところがですね、個人的には興味深いなと思いました。私自身もですね、離党された方と、ちょっとね、全く交流のなかった方と、そうじゃない、結構話をさせてもらった方もいますので、そういう中でちょっとそういうところで、離党された方に感じる思いっていうのは、ちょっといろいろ違います。はい。はい。でもいずれにせよですね、そうですね、今回の方については、130万円に関してはちょっと、残念だなとは思いますけれど、ここに書きましたけど、前を向いて、後のことはね、もう気にせず、気にせずというか、振り返るというかね、あまりこだわることもなく前を向いて進めればと思います。はい。そうですね。チャットの方ありがとうございます。たくさんとですね、新妻秀和さん、はい、いちごライダーさんもですね、ライブ中なんですね、塩田さんも、はい、川田さんもこんばんはです。はい。こういうごたごたでですね、ちょっとなんていうか、コメント欄にもちょっと厳しいね、ことを言われることがあるんですけれど、電気屋さんもこんばんはです。なんかね、大丈夫なのかということとかね、ちょっとどうにかしてよとか思うんですけどね。こういうごたごたっていうのは、政治団体では、
よくあることなのかなという気がしてですね。まあ、たまたまそれはうちの党の場合は、こうやって、まあ、立花代表がライブ配信で公開してるから、それがね、可視化してるから目立つんじゃないかなという気はするんですけれど、そのところ、まあ、私は他の党を知らないので、比較対象がないので、ですね。まあ、もしね、なんていうか、他の党のことも知っていて、ちょっとうちの党はそういうのが目立ちすぎるぞっていうのがあればね、ちょっと興味あるところなので教えて、ください。はい。で、そうですね。ちょっと待ってくださいね。まあ、山田さんもですね、まあ、金子さんのことについてはちょっと、まあ、置いといて、私もまだはっきりとしていないので、はい。はい。本日ですね、ようやく本題なんですけど、4月1日、15時からですね、東京都庁の方で、記者会見をさせていただきました。まあ、一部、ほとんどの、ね、参議院議員選挙のほとんどの候補予定者は、集まっていたと思います。ですね。まあ、東京都庁の、まあ、記者クラブの記者会見場でさせてもらいました。まあ、以前も同じようにですね、させてもらったんですけど、その時は候補者10人の予定だったんですね。で、今回は候補者が全部で41人になると。まあ、今回、候補者全員は集まってはいなかったんですけど、ただ、やっぱ全員が並ぶとすごい数ですし、報道陣の数も凄まじかった。です。はい。なんていうか、カメラのシャッターもカシャ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 言ってて、まあ本当に圧倒される、感じでありました。はい。でですね、どれだっけ、ちょっと失礼、写真をお見せしようと思ってですね、記者会見ちょっと見えるかな。こんな感じでしたね。自分の、私は正面の机に座らせてもらったんですけれど、ですね。ああ、失礼。やっぱりなかなかピントが合わないですね。まあ、記者の数がかなり多かったです。はい。本当に。で、あとですね、まあ、ちょっと印象的だったのがですね、千葉県、の方、千葉県の選挙区から立候補予定のですね、平塚さんという、まあ、YouTuber の左右フラットマウントさんですかね、もう来られてまして、まあ、NHK から国民を守る党を、なんていうか、それに対する、反対するような意見を述べるということでですね、まあ、そういうことも、記者会見に言われてたからか、ね、まあ、記者の方の質問にそういうふうにね、答えてたっていうのもあって、記者会見の時間中ですね、まあ、ずっと記者の方が話を聞かれてて、そこはすごい印象的でしたね。で、私も、最後に名刺を交換させて、もらいました。まあ、普通に、いい人だったなと思いますし、あと、なんか本人も結構、というか、まあ内心、ちょっと大丈夫かなと思いながら、恐る恐る来たというお話もされてて、そりゃそうだなと思いつつ、でもね、本当に、でも勇気あるなと思いますし、まあ私としては本当に立候補していただいたことを感謝します。はい。で、今回ですね、の記者会見には、都庁での記者会見には来られなかったんですけれど、山梨県選挙区から立候補予定の方ですね、その方がですね、本日、ヤフーのトップニュースに出ております。ちょっとまた合わないですが、これです。この方ですね。
井野啓二さんですね。タイトルが、面白そうだからというのが書いてあります。はい。まあ、ちょっと、まあ、今回、記者会見には来られていなかったんですけれど、まあ、Yahoo のトップニュースの記事になっていますので、まあ、または、産経新聞の記事ですね。こちらですね。産経新聞の記事で、あと、後で 動画説明欄の方に載せておきます。ちょっとね、結構印象的だったんですよね。バレエスタジオを経営されてる方なんですね。井野啓二さん。35歳。で、大阪府出身で、日大芸術学部中退した後、アメリカカリフォルニア州州立大ロングビーチ校で、機能会話学を学んで卒業。現在、東京都新宿区に住み、渋谷区でバレエスタジオを経営しているという方でですね。一番の出馬の理由を、一番の動機は面白そうだったから、今までやってこなかったことをやってみようと思った。次に何をしようかなと考えたときに、ちょうどこの選挙があったというだけの話です。というところで、なかなかユニークな方でですね。まあ、いろんな意見はあるとは思うんですけど、個人的にはすごいですね、その出馬動機のところが、同意できるなっていう、ちょっと気持ちはわかるなっていうのはあります。はい。で、まあ、街頭演説などはせず、動画投稿サイトの YouTube で選挙運動を行うということも、まあ、書いてありますので、まあ、こちらもちょっと楽しみだなとは思っています。私が先ほどですね、井野啓二さんの YouTube チャンネルを探してみたんですけど、まあ、顔がわかる動画はありましたけど、まあ、この後ですね、多分 YouTube チャンネルも正式なのができるのかなとは思います。はい。というわけで、ちょっと、はい、チャットの方を追えなくて、申し訳、ありません。そうですね。会見の方はですね、立花代表が、最初ですね、記者の方の質問に答えるという形で、まあ、それ自体は20分ぐらいで、終わりました。まあ、あとは、囲み取材というのが中心でしたけど、まあ、ただ、全員が集まってからですね、なんていうか、まあ、その囲み取材の途中にですね、全員集まったので、みんなでぶっ壊すをやりましょうっていうのがあったんで、それはやらせていただいたのは、良かったなと思います。はい。ということで、本当に、新しい方も来ていただいて、宮城さんもこんばんは、お疲れ様です。というわけで、はい、10分過ぎましたので、そろそろ終わろうと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。というわけで、参議院議員選挙に勝って、そして、厚木市議会議員選挙に勝って、NHK をぶっ壊す。